はい、もちもち TV のもちです。本日2024年8月19日はですね、上方ボーイズドリームアイランド2024、やっぱこの街すっきゃねんの当落発表ということで、まあ、関西のグループがいろいろ集まるイベントライブの、まあ、スタジアムでやる当落発表の日ですね。なんですけど、まあ僕は一応なにわのファンクラブに入っているので、まあなにわの名義で申し込んだんですけど、関西のグループの FC に入っている人たちが、まあ一堂に申し込める上に、まあ2日しかないということで、本当にすごい倍率なんじゃないかなと思ってるんですよね。で、現在なんだかんだ6連敗中ぐらいだと思うんですけど、まあいつもはなんかまあそろそろ当たるんじゃないかみたいなスタンスでやってるんですけど、まあ今回は無理でしょう。無理ですよ。だって申し込める人数が多すぎるし、いや今回はちょっと厳しいんじゃないかなと思い、なんか謙虚に行きますよ。もう謙虚に行った方がもう当たるんじゃないかみたいな感じで、いや今回は無理ですよ。まあ無理ですけど、まあダメ元でもしかしたら当たるかもしれないんで、まあダメ元で一応確認してみたいと思います。はい、でですね、僕が申し込んだのはまあ両方とも第一希望で申し込みました。9月21日と9月22日の公演を両方第一希望で申し込んだので、まあ2つを確認したいと思います。じゃあまずこの9月21日の方から確認しようかな。ヤンマースタジアム長居ですね。こちら行きます。あ、外れると分かっていても緊張するな。あ、では行きます。抽選結果を確認する。落選。第二希望も含め、このお申し込みは落選です。ということで、まあ、9月21日がダメでも、9月22日があるので、まあ、どうせ、両方とも外れでしょうけどね。まあ、一応確認したいと思います。はい、9月22日、日祝ですね。いきます。抽選結果を確認する。落選じゃないか、結局。結局、落選ですね。結局今回は当たるんじゃないかっていう感じで言っても、いやー今回は無理でしょうねっていう感じで言っても、結局落選ということで、まあ、両日とも落選しました。いやすごいですね。もう今年の落選っぷりは本当半端ないですね。まあ、今回ジュニアの名義からも申し込めるので、まあ、ジュニアの名義って持ってる人結構いると思うんで、それも結構厳しい要因かなとは思うんですけど、まあ、残念ですね。まあ、残念は残念なんですけど、まあ、とりあえず、今度の土日に、なにわのエコパが控えているので、そのなにわのエコパの制作開放の案内のメールが来るんじゃないかと思い、それを期待して待ちたいと思います。今度の土日なんで、もう5日前とかなんですけど、5日前だともう、あれですかね、もう来てる人は来てるんですかね。まあまあまあ、とりあえず待ちたいと思います。まあ2、3日中くらいには全てがわかると思うので。まあ何はこの前海外ツアーも発表して、まあ海外ツアーはさすがに行けないし、まあなんかチケットもなんかすごい争奪戦になるんじゃないか。ファンクラブで受付しないということで、まあどういう形になるのかわかんないですけど、すごい争奪戦になるということで、まあこのエコパを逃したら、多分今回のツアー行けないと思うので、なんとか当たったらなと思います。はい、ということで、まあ制作開放の案内のメールとかが来たら動画をアップしようと思います。皆さん今回の上方ボーイズ、当落どうだったか聞かせていただけるとありがたいです。はい、以上、もちもち TV でした。